我らが追い剥ぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。誰かいる。先生。どうした？どうしよう。見て。どうしよう。ようやく現れた。ゆるりと物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんたモーコと手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱るのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしのいたころが。阿久殿の悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな。後をつけた。我らの目的は修練場の破壊。なれど民を犠牲にはできません。その言葉の真意がわからん。阿久殿は救ったではないか。民をおとりにするために後をつけたのでは。だったら何だ。それでは犠牲を増やすのみ。巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやる。開けろ。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。街道を進んだ。見つけ出すぞ。地の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど。考えたの。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。
げ。馬を降りろ。来い。探る暇はない。せいてはことを仕損じると言いますぞ。何故一人。助けてやらねば。ここです。待たせてしまったな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ。賭けだ。お前の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は2日前に話をした。巴と。この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に。失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。豊玉で巴を止めたが、あやつの旧兵から日吉を守らねば。お主も来い。